こんにちは、K-8 の横山です。佐藤です。今週は桜花賞、桜花賞、追い切り診断、はいね。その前に、前回はね、中山牝馬ステークス、はい、なんとけなした馬がワンツーっていうね、時計班がありまして、そうですね、フーラブライトけなしたからですね、まあ、そのね、失礼しました、反省もまずはしてで、ね、それに恐れずに今回はね、はい、ズバズバ消せる馬も消していかないと、けなしていかないと、うん、行こう、恐れずに行きましょう。うん、まずはね、やっぱ3頭かな、阪神ジュベナイルフィールズで花綱鍋ってね、ゴールした、その中でもやっぱり一番人気のハープスター、はい、どうですか。まあ、前走の時とは、格段から比べると、格段に良くなってるんじゃないですかね。格段に良くなってます ね、あのね、はい、馬見ても、うん、張りも毛艶も全然違うし、違うね、筋肉の盛り上がり方が違うね、うん、なんか肩からさ、そのトモもすごいしさ。同じ短期間でもチューリップショーの時と比べても、そうですね、まあ阪神ジュベナイルの時とはもう雲泥の違いでしょう、はい、ちょっと今回に関しては隙がないような試合ですね。そうね、追い切りも、まあ、先週ちょっとさ、レイブデトワールのちょっとね最後勝されるとこあったけど、はい、まあ追走してのものだし、はい、今週は良かったでしょう。良かったですね。で2週連続自己ベスト更新、はい、僕なしです。僕は、うん、現時点ではもう最高の仕上がりじゃない、うんうん、これはやっぱり不動の本命だね、またびっしりやってきてるってのがいいですよ。そうだよね、やっぱね、牝馬にしてはね、そうだね、それだけやっぱ体質強いだろうね、うん。続きましてレッドリベール、どう、休み明け2戦2勝今回3度目、今週の動きはすごいね良かったと思います。ただまだね、うん、気象が子供なのか、なんかちょっと遊ぶような感じも見受けられるんですけども、そうね、ちょっとハミに頼る感じでさ、うちに首かしげながらね、ちょっと上がってきたでしょ、うん、ただ最後のね、ムチが入ってからなんかはね、まっすぐ走ってたし、そうね、時計は出てたね、あのね、うん、そうね、確かに、いいと思うね。でまあこれでね、前回阪神ジュベナイル勝ったわけだからね、うん、あの時と比べると、そうね、動きは、うん、全然良くなってるなっていう感じがしました。あの時あまり良いと思えなかったんで、うん、良くなかった、俺もよく見せなかった、うん、ただね、やっぱりこの3歳の1月からさ、この桜花賞までの時期ってさ、一番さ、そういう力つけてないもん、急成長する時期じゃん、うん、で、ここでやっぱり競馬を教え込んだりさ、うん、やっぱそういう成長曲線を促すところが欲しかったけど、うん、前回のね、休み明けとはちょっと違うと思うんだよね。一番大事な時期に競馬一度も使わなかったっていうのは、うん、どうなのかな、周りとの比較でね、もしかしたら置かれてるのかもしれないですね。そう、ハープスターも前回同じ休み明けだったけど、はい、今回一回使ってぐんと良くなったでしょ、馬体の動きも、そういうところがね、ないんで、そうですね、なんかちょっとこの馬に関しては小馬になってからかなっていうね、うん、素質だけで勝ったけどね、3連勝したけど、そういうところは俺の中で、はい、あとフォーエバーモア、うん、どうでしょう、はい、まあ、先週が今週判断なんですけども、うん、そうだね、なんかね、前回使ってから、うん、今まではね、ちょっと行きたがるような目を見せてたんですけど、うん、まあ、レースでも引っかかる馬なんですけど、うん、ちょっとそういうところがなくなってきたのかなっていうような感じします ね、 そうね、追い切りは前回で全然いいよね、うん、前回ちょっとさ、ほら、口割ったりしてさ、そうですね、頭上げてね、ちょっとウッドコース難しいところ見せてたけど、今回それなかったじゃない、精神的にちょっと成長してきたのかなっていうような印象を受けました。そうだね、うん、まあ、今回再度輸送になるけど、うん、前回よりいい状態でいけるんじゃない、そうです、ね、阪神ジュベナイルの時よりね、これはまあいいでしょう、考えるので、あとはどう、一応トライアル組にもざっとね、ちょっと触れたいね、うん、どうかね、まずはペイシャフェディス、西の道しるべっていうね、アネモネ組、どうですか。まあ、ペイシャスフェディスはね、一瞬前が強めで今週勝ったっていう ね、うん、まあ、体は仕上がってるし、そうね、ただ物足りなかったね。物足りないは物足りないですね。ね、輸送前とはいいね、はい。あとちょっと必要以上に力んでたのがちょっと気になるよね、はい。無駄にさ、なんか、ちょっと無駄な動きがあったんで、今週。そこが嫌だなっていうのがあるね。西の道しるべはちょっと細くない？これが唯一さ、関東馬では立冬滞在でしょ？そうですね。ただなんか今週もさ、11.9 って出てたけど、スピード感なかったよね、動きも硬くて細めでさ、うん、これもちょっと厳しいかなってのあるね。あとはどうかな、カートバそれだったらヌーボレコルとかな、うん、そうですね、これはもう一回使われてすごい良くなっているような感じしますね。そうね、外の2頭もさ、攻めも動くまでっていうのさ、もう断然だったもんね、客席はね、先週も良かったしね、今週も多分追ってればね、あっさり突き抜けてたと思います。そうね、はい、今度ね、輸送もね、うん、2度目になるし、いいでしょ、これもね、いいですね、はい、日本ピロアンバトルどう、うーん、
横山さんの嫌いなね、短歩して、そう、ね、下出してね。で、短距離向きのピッチ走法でさ、そうですね、外回りの戦力ってイメージじゃないな、はい、前回は平均ペースでごまかし聞いたけど、うん、今度はちょっと厳しいでしょ、外回りに変わって、さらに距離が伸びて、で、ライバルも多いしね、先行がね、あの動きじゃ多分持たないね、そう、距離あと、マーブルカテドル、はい、これ、姉もね、人気裏切ったけど、どう？いや、ダメでしょ、これは。そうね、一周前、しっかり追い切りできなかった。できませんでしたからね。そう、できなかったんだよね、やっぱね、体がガタッときてさ、反動が出てさ、まあ、前回も速い攻めできてなかったんだけど、うん、今回やっぱ一瞬までピシッとやっておきたいところね。だから今週はまあ先着したよ、はい、でも弱い馬相手が先着したから、見た目はいいかもしれないけど、やっぱりどうかな、この後長距離走だってドカッと体減る可能性あるね。中身がね、伴ってないような感じがしますね。前回やっぱ体重もさ、成長示せなかったしさ、やっぱ厳しいね、カツカツの状態でやっぱ戦ってる感じなんで、上積みじゃないな、これは、はい、あとは蓬莱明子とベルカントっていうのね、実力がある。まあ、動きはいいですよね。いいね。やっぱり。やっぱ脚力はあるね。うん、回転が速いし、そこから二頭とも、うん。ちょっとでもやっぱ走りが短距離だかなっていうような、ね、感じがしますね。そうね、うん。共に前回入れ込んでたしさ、うん、まあ、それでも5着、1着ってさ、二頭とも、まあ、ある程度、初戦まとめたんだけど、うん、本質がな、やっぱ短距離馬のあれが見えてくるよね。やっぱスプリンターっていうね。そういう意味でな、ちょっと変えにくいよね。そう、抽選馬どうですか？抽選馬はね、やっぱレーブ・デトワールいいね、通って、うん、先週はハープスターをね、まあ、先行させてもらって、ね、でもそのゴール前差し返したわけだから、うん、これ評価してあげたいし、今週も非常に短袖でもさ、リズムが良かったんで、うん、これはちょっと抑えておきたいなっていうのがあるね。あとはアドマイア美人ね、本当は買いたかったのよ、うん、ただ今週ゴハロンからすごいラップ踏んだでしょ。そうです、13秒12秒みたいなのに言っちゃってさ、最後バタバタでしょ。そう、折り合い変えても最後バタバタだったね。あんまりいいと思えなかったです。そうね、ちょっとここはきっちり追い切りやりたかったところで、ちょっとトーン低いな、そういう。僕ね、逆気になってるのはカウニスクックなんですけど、追い切りよかった、追い切りよかった、今週の追い切りよかったじゃないですか、うん、よかった、ね、近くてグイッと前に出るよ、よかった、余裕があったね、以上ね。で、日曜日にこれ先着してるんですけど、うん、先着してるのがね、カラダレジェンド、うん、あの攻め走る馬ですから、はいはいはい、それもやっつけてますし、うん、ちょっと侮れないんじゃないかなっていう感じしますね。これ爆穴候補です。そうか、かだからあとは初めての長距離輸送で入れ込みがとにかくきついから、前回見てると、ね、落ち着けね、落ち着けられるかっていうのはそこだね、うん、そこら辺ですね。まあ結論的にはハープスターが断然ムード、追い切りも断然だね。はい、以上です。